せっかく出た根っこが菌糸の状態になってしまいました。今回なんとかうまく咲いてくれたんですけども、植えるタイミングがとても大事なのが分かりました。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は4月の8日になります。鳥取県も少し前から桜が満開でお花見の見頃なんですけども、農場がてんやわんやで、春の出荷シーズンで花見なんかできないような今現状になっています。そんな今日紹介するのは、12月の10日に植え付けをしたムスカリの現在の様子、それと今回育ててみて私が思った今年の秋植える時の失敗しないポイントについて紹介していきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただければ、ムスカリが咲いていく様子がバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回は12月の10日に3色のムスカリを植え付けした動画を撮りました。ブルー、ピンク、ホワイトですね、それを並べて植え付けをしたんですけども、現在どうなっているかを紹介する前にタイムラプスの植え付け時からの様子がありますので、まずそちらをご覧ください。それではいってらっしゃい。はい、いかがだったでしょうか。今年の鳥取県、雪がとても多くて、何度もムスカリの鉢が雪の下になっていたかと思います。ただ徐々になんですけども、新しい葉っぱとか花芽が動き出して、3月の中下旬になって一気に花が咲いてきたのが分かったかと思います。そんな現在のムスカリがこちらにありますので、詳しく見ていきたいと思います。見てください。一応なんですけども、綺麗にこんな感じに咲いてはくれました。はい、詳しく見てみるとこんな感じで、ピンク、こちらはブルー系ですね、ホワイトをこう斜めに線状にストライプ状に植え付けをしました。色によって花が上がってくるタイミングが違うかと思ったんですけども、比較的全部の色が同じタイミングで花が上がってきてくれたかと思います。ただちょっとね、もう適期が終わっていて、こんな感じでピンクの方とかは見る適期が終わっていて、こんな感じで下の方の花がちょっと枯れ始めています。ただね、まだ全然見れないというわけではないので、こんな感じで十分鑑賞ができるようになっています。それでですね、今回なんとかうまくこんな感じで咲いてくれたんですけども、やっぱし植えるタイミングがとても大事なのが分かりました。植え付けしたのが冒頭でお伝えしたように去年の12月の10日になります。やはり山陰、特に鳥取県も冬寒いので、12月に入ってからだとなかなか植え付けした後に新芽が出なくてムスカリの動きが遅かったです。太平洋側とか九州であれば12月に入ってからの植え付け全然問題ないかと思うんですけども、鳥取県とか寒い地域の場所であれば11月の下旬、北海道とかだともっと早くですね、植え付けしていた方がいいのかなと今回思いました。それは何でかというと、12月の10日に植え付けをした後、
すぐ水分を吸って根っこはたくさんいい根っこはムスカリ生えてきたんですけども、ちょうど10日ぐらいしない間、12月の20日ぐらいにすごい霜が降りました。それで霜柱がですね立ってしまって、せっかく出た根っこが結構ね瀕死の状態になってしまいました。それで慌ててですね霜対策として土をこんもりかぶせてはあげたんですけども、やっぱしもっとね早く植えてしっかり根っこも張っていて寒さに耐えれる状態であれば、そんな霜柱とかが少しできるぐらいであれば問題なく耐えれたのかなと思います。ただね今回植えたのが遅かったのでどうなるか心配だったんですけども、なんとかこんな感じ復活して花が咲いてくれました。なので皆さん植え付けをする際の注意点としては、霜が降るせめて1ヶ月ぐらい前までに植え付けするのが僕はおすすめなのかなと思います。やはり地域によって霜が降らない降ったりするあると思うんですけども、特に寒い地域の方であれば霜が降りそうないつもの時期のね1ヶ月ぐらい前から、せめて1ヶ月ぐらい前に植え付けをしてあげると、そういったムスカリとかがせっかくでムスカリのせっかくできた根っこが霜柱でやられたりとか、そういうリスクが下がりますのでいいのかなと思います。太平洋側とか九州とか暖かい地域の方であれば逆にね早く植え付けてしまうと生育が旺盛になって葉っぱだけがねわさわさ茂ってしまって花が葉っぱに隠れてしまうっていうようなことがね起こったりするかと思いますので、九州とか太平洋側であれば12月入ってからでも全然僕は問題ないのかなと思います。ただ植え付け後の霜に注意がとても大事なのっていうのをね覚えてもらえたらいいのかなと思います。園芸チャンネル、はい、ということでムスカリの紹介をさせていただきました。ちょっとねおまけコーナーということで、今出荷最盛期の花が後ろにありますので、それを皆さんに見てもらいたいと思います。いきますよ、せーの、はい、こちらサンビタリアという花ですね。こんな感じで満開に咲いております。これがですねこんな感じね咲いているんですけど、これから春から夏秋ぐらいまでしっかり楽しませてくれるお花の一つです。もうね来週の月曜日火曜日ぐらいにはもう全部出荷になっていくんですけども、こんな感じでもしかしたら視聴者の方の近くのホームセンターとか園芸店さんとかで私が作ったサンビタリアに会えるかもしれません。こんな感じでたくさん花を作ってます。とてもこう見たら綺麗ですよね、黄色。またこれ黄色はねとても綺麗な黄色なのでとても映えていいですよね。こんな感じでね、はい、こんな感じで、ね、農場は本当に出荷で慌ただしくてなかなかねコメントいただいてとても嬉しいんですけども、返すのがちょっと いっぺんになったりとか少し遅くなったりして今いるんですけども、とても嬉しいのでコメントはそのまま書いてもらえたら励みになりますのでよろしくお願いします。はい、サンビタリアの紹介でした。はい、ということで今回はムスカリの現在の様子と植え付け時の注意点についてまとめてみました。しっかり寒さに当てるのムスカリとても大事になってくるんですけども、植え付けてすぐに霜に当たってしまうとムスカリ自体が弱ってしまって綺麗な花を咲かせてくれないかもしれません。せめて霜が当たる1ヶ月ぐらいまでに植え付けされた方がそういった失敗リスクがないかと思いますので、去年の冬にムスカリ植えて今年花を楽しみにしたんですけどもうまく育たなかったというような方はですね、早く植え付けすぎないためにも霜の1ヶ月ぐらい前っていうのを意識して植え付けしてもらえると成功する確率がアップするのかなと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思われた方ぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まだで園芸ガーデニングが好きな方ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。また視聴者の方で私のムスカリは今こんな感じですよというようなね育てられている方がいればコメント欄に書いていただいてみんなで情報共有できたらと思いますのでぜひコメントの方もよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますのでぜひ応援よろしくお願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。